七夕に飛べ合流、平野市用、タッキー事務所への移籍を7月7日に正式発表へ。長く待たれていたその日がついに訪れようとしています。今年5月にキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退除した平野市用26が、滝沢秀明氏41による芸能事務所、飛べ。 と連携することが、七夕の日となる7月7日に正式に発表されるとの情報が確認されました。その後、平野がどのような活動を行うのか、そしてどこへ移籍するのかという疑問がファンの間で広がっていました。退場後、彼は海外進出への強い意欲を示していたため、多くのファンが今後の動向に大きな関心を持っています。 一時は BTS やアリアナグランでジャスティン・ビーバーらが所属する韓国の大手事務所ハイブに移籍する可能性も取り沙汰されていましたが信憑性の高い情報とは言えないようです。ハイブを日本のアーティスト獲得に前向きです。昨年には女優の平手ゆり奈さんが同事務所が設立した新レーベルの第1号アーティストとして所属しました。 それにより平野仕様はハイブコーク海外を目指すのではないかという噂が広がりましたが、具体的な話が出ているわけではありませんでした、と芸能記者は語ります。さらに、平野の顔立ちが中国での人気につながり、中国で再デビューする可能性も示唆されました。甘い顔立ちの平野さんは奇跡の小さなビスケットちゃんの愛称で中国でも注目を集めています。 彼自身も中国進出を視野に入れていたようで、退場前から知人に密かに相談し、現地の芸能事情やセルフプロデュースの方法について熱心にリサーチしていました、と前での芸能記者は語ります。これらの情報の中で最も有力とされているのは、滝沢氏が代表取締役を務める新事務所、戸部に合流するというものです。 先月7月2日に元 V6 の三宅県の介入が YouTube ライブで発表されると、さらにその可能性は高まりました。また、平野がジャニーズ事務所を離れてから約1ヶ月後には、滝沢さんと何らかの形で連携することは規定路線、と語る芸能関係者も出てきました。 滝沢氏がプロデューサーとして関与する新曲についてのプロジェクトが進行中で、すでに制作は始まり、完成の目処も立っています。すでに大手レコード会社と契約したとの話もあり、そう遠くない未来に具体的な発表があるようです、と業界関係者は明かします。そしてその発表の日が、ついに決定したとのこと。発表は7月7日の七夕に行われるようです。 すでに戸部が YouTube 上で7月7日に行うライブ配信についてツイッターで告知しています。そこには椅子が2つ置かれた意味慎重な画像も添付されています。三宅健さんの時のように YouTube 生配信で明らかになるのか、方法は不明ですが、当日何らかの発表があると聞いています。 滝沢さんも海外志向が強い方ですから、移籍後に改めて海外進出への意思表明をするのかもしれません。また、平野さんと同じタイミングでグループ及びジャニーズ事務所を離れた神宮寺勇太さん25についても発表があるかもしれません。と別の芸能関係者が明かします。 これから平野仕用のエンターテインメントを通じて人々に元気を与えるという夢が再び動き出します。新たな道を歩み始める彼の進路に我々も期待と興奮を隠せません。七夕に向けてその星々がどのように動くのか注目が集まっています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。感謝しています。